はい、皆さんこんばんは。フクロウの会と FOE ジャパンでお送りしますフクロウ FOE チャンネル FFTV、 今年最後の放送になります。よろしくお願いいたします。ということでですね、今日は週間やめまして、今年1年を振り返るということで、特集みたいな感じでお送りします。2012年原発関連ニュースハイライトということでお送りしたいと思います。先週ですね、先週というかこの間三田さん全然出てなかったじゃないかというクレームがどこかで入っていたかもしれないんですが、皆さんどうもすいませんでした。今日はですね、三田さんメインでお送りしたいと思いますので、じっくりご覧ください。違うのいやメインでお願いしますよ。ということで、早速ですね、今年1年もいろいろあったんですけれども、ぼちぼち、項目ごとに行きたい感じですかね。まず1月ポカポカプロジェクト始動ということで、この話題からぜひお願いします。ということで FOE ジャパンの三田さんです。はい、皆さんこんばんは。 FOE ジャパンの三田です。初めのニュースというか活動報告ですが、ポカポカプロジェクトから行きたいと思います。で、これですね、ポカポカプロジェクト始動で、ポカポカプロジェクト1月に始まりました。FFTV でもお伝えしたようにですね、福島市渡りでですね、私たちは特定避難勧奨地点ではなくて地域指定を求めて住民の方々と一緒に一生懸命、行政交渉をしたんですが、それはですね実現しませんでした。で、ということで、このポカポカプロジェクトはやむにやまれぬ、緊急避難的なそのプロジェクトとして始まりました。渡りから、車で30分ほどの土湯温泉、そして土湯峠温泉の旅館と、話をしましてですね、子どもたちを、格安で受け入れてくださいということで、ポカポカプロジェクトが始まりました。で、これがですね、今映っているのが、ポカポカ村開村式とか称してですね、1月の最終週に、開村式をしました。で、子ども福島の辺見さんなんかが人形劇をしてくれまして、で、雪遊びをしたりして、楽しんだということです。で、ですね、雪野菜の差し入れなんかもしまして、食もこだわりたいねということで始めました。で、これがですね、これは去年の、11月の写真ですね。渡りを、特定避難勧奨地域指定してくださいという、行政交渉をやっているところです。で、ということで、私たちとしてはですね、何と言いますか、この11月から12月にかけてポカポカをやろうということで急遽動いて、旅館に何度も通って始めたという感じなんです。で、初代の事務局は堀田さんにやっていただいて、すごい苦労していただきました。楽しかったですけどね。でも相当悩んだんじゃないかと思います。で、私たちも相当悩んだ記憶があります。今年の1月から3月まではなんかポカポカどうしようということで、なんか試行錯誤だったと思います。で、まずなんか当初はですね、子どもたちの短期避難を実現させようとか言っていたんですが、現実的にはそこまではいかない、短期避難ではなくて宿泊って感じになってしまい、で、あと参加者の意識として単なる温泉旅行で終わってしまってたらどうなんだっていう話とか、あと営業旅館を使うことの難しさですね、各旅館のその何と言いますか、やり方というものがありますので、そういう中どうやって例えば食材をね使ってもらおうかとか、そんなことも悩みました。で、1期から2期にかけてこう反省会をやりまして、もうちょっとその情報をみんなに知っていただくとか、意識づけをするためにポカポカセミナーをやろうですとか、あとはなるべく泊まっている人たちの間で座談会とか参加イベントをやろうというような感じで、こういう感じでセミナーやりましたり、あとはイベント交流会ですねを充実させたりということで、いろいろやりましたね。はい、先週もタミヤさんが折り紙博士が、はい、折り紙博士のじゃん、これ折り紙博士が作ったやつなんですけど、ちなみにこれ1枚の、折り紙でやっていますっていう感じなんですけどね、これ大好評ですよね。1期の時からやってたんですもんね、折り紙はね。はい、
どうですか堀田さん、振り返ってみて、あの頃の記憶ね、なんかまだ今年のことかよっていうくらいね、遠いすごい昔のことみたいですね。本当にそれだけ今年1年前いろいろあったっていうことなんですけど、でも本当にあのね、こういったことを私が一番あの時思ったのは、すごい2人の行動力っていうか、その実行力にびっくりですよ。なんか破れかぶれみたいな感じでなんか本当にやるの大丈夫みたいなくらいの破れかぶれでしたね。いや、そんなことないんですけど。どうでしたか坂上さん。どうでした。あ、袋の会の坂上さんです。どうも、はい、こんにちは。いや、破れかぶれっていうわけではないですけど、まあでもスタートはえらい早かったので、そうそう、あっという間に決まって、あっという間にね、どんどん、はい、はい、なんかあまりこう具体的に決めないうちにスタート切って大丈夫かなという感じはありましたけどですねまあでもあの本当に全国の皆さんに温かい寄付をいただいたのが嬉しかったです。本当ですね、うん、あの本当に1000万を目標にして、そんなバカな集まるのって思ったら本当に集まりまして、本当に皆さんどうもありがとうございました。あの時はね、2人も全国行脚して避難の権利集会 ね、あちこち北海道とか大阪、うん、九州でも福岡にも行かれましたよね。でなんか私としてはこのポカポカの、うん、このプロジェクトそのものよりもですね、うん、なんか最初はこのひどい状況を、うん、みんな知ってっていう気持ちがすごい強かったんですよね。でもだんだんこのポカポカもですね、うん、この週末とかね、あの福島市内であの日常生活の中で保養っていうなんか非常に珍しいタイプの保養プロジェクト、うん、まあ短期なんですが、うん、として、まあ、位置づけは重要になってきたかなとは思っています、うんうん、じゃあ、ね、ポカポカまたやりましょう、はいはい、ということで続きまして、この時また1月から3月にかけて大井原発の問題がいよいよ再稼働になるのではないかみたいな感じの動きがあって、まあ、それに関わっていったという感じですね、はい、そうですね、はい、大井原発です。1月から3月何が起こっていたんでしょうか。1月から3月はですね、原子力安全保安院とか、原子力安全委員会、今は亡き、懐かしい、はい、でですね、ストレステストの一次評価について議論していたんですね。でところがその議論のありようがですね、もう再稼働ありきという感じでですね、とにかくこの時保安院 のストレステスト検討会に猪野さんとか後藤さんとか入っていたんですが、ひたすらその保安員はなるべく早く議論を切り上げて安全委員会にバトンをタッチしようと。で安全委員会でもですね、まだらめさんなんかすごくいろんなことを言っていたんですが、一時評価じゃダメだとかなんとか言っていて、多いこと言うなと思わせておいて、でもなんか安全委員会は安全を確認するものではないけど、でも確認するとかなんかちょっと分かんないことを言っていましたね、ということで市民たちは怒っていました、この時もまた。で3月23日、ストレステストの一次評価が安全委員会が妥当として確認文書なるものを公表したんですが、全然これが確認文書でも何でもなくて、重要な対策はすべて先送りみたいな、そういった内容だったと記憶しています。でこれがその時の状況ですね。これが、意見聴取会を別室傍聴している時ですね。杉原さんが、まあ、市民の方々がですね、ハードルを超えてみたいな感じですね。いろいろ、あ、懐かしいですね。あ、これこれこれ、あ、懐かしいですね。本当に検索したらもうこの方がもういろんなところに登場していて、ね、さすがって感じでですね、まあ、いろいろとありました。本当ですね。坂上さんも楽しんだようですね、この時。そう、すごい、この時すごい楽しんでた。ね、わけではないですけど、そうかな、はい、水田さんちょうどこの時出れなかったんですよね。そうですね、まあ一応、意見聴取会のあ結局、意見聴取会が行われて、まあ、別室最初の時ですね、まあ、先ほどのは2回目だと思うんですけど、別室傍聴初日の時に、まあ、実際にやってるところにこう押しかけて、まあ、何事だという感じで、結局委員たちはこそこそっと退出をして、まあ、別の場所で開かれてたんですけども、この時市民は何を求めていたんですか。まあ、この人は、まあ、この時は基本的には同室の傍聴、まあ、傍聴についてですね、させろということを言ってたんだと思います、はい、あと、まあ、委員の中にね、その、今問題になってますけど、利益相反の委員たちが、そうですね、そういった委員たちがいて、はい、公正な議論が行われてないとかですね、あるいは、まあ、批判的な
あの意見を言うですね、あの委員のこたち の, あの質問に対してきちんとこうあの回答がされないうちにこう先に進もうとしているといったところを問題していたと思います、うん、はい。でこれですね、まだらめさんは彼はいいことも言ったんですが、その一次テストでは一次評価ではダメだっていうようなことを言ったんですが、ただなんかその自分のその安全委員会の役割に関してですね、非常にこうなんでしょうかね、本当はその押し返す、ダメだと思ったら押し返せばいいんですが、それすらもせずに、なんか非常にやる気がない、結末だったと思います。でこの頃ですね、制御棒の挿入時間なんかも問題になりまして、3連動するはずがしたら、こう本当はこう挿入棒、挿入じゃない、制御棒の挿入時間が長くなるはずなのに切り下げが起こったですとか、そんなことを、美浜の会なんかが明らかにして、このように新聞報道もされています。なんか坂上さんがね、ちょっと関わりましたよね、これ違ったっけ。まあ、一応傍聴してる時に、ね、その資料の中にその、うん、1.88 っていう数字がつけて、私はそんなに分からずに、とにかく、美浜の会の人にこう送ってですね、うん、なんかこんな数字がなんか小さく感じるんだけど、どうなんだろうみたいな、そういうことを相談したような記憶がありますね。そしたらこれは、うん、すかさず小山さんが、ね、これはおかしいだろうと、うん、前はこんなんじゃなかったということで、切り下げの事実を指摘してですね、これもなかなか報道してくれなかったんですが、私たちの仲間が、うん、こうだよって主張して、のっけてもらったっていう感じでした、うん、今これまだ裁判でまさに争っているところですね。はい、はい。で、この時の経緯をまとめました。いろいろありましたが、この23日に安全委員会がストレステスト一次評価を妥当としてしまった後ですね、4月2日この間ずっと市民側はまあいろいろとデモとかね、抗議行動をやってましたからね、あの官邸前に、ね、はい。で、枝野さんはですね、再稼働については現時点では反対とか、全国は地元とかなんとか言っていたくせに、4月3日に暫定安全基準なるものの作成を指示したんです。でその3日後、早いですよね、3日後に新安全基準なるものが出てきて、うんうん、それも新安全基準っていうからなんかすごいものを、うん、ね、うん、なんか思い浮かべるのが全然 何もすごくなくて、そうそうそう、これ書いたかな、あ、こんな感じなんです。これが新安全基準か、わずか2日で作成、まあ、すでにやってる対策と、あとその、ごめんなさい、ストレステスト一次評価ですね、これ、まあ、そのストレステスト一次評価で確認されたことで、3番はさらなる安全性信頼向上っていうのはなんか先送りしたんですよね、うん、ここら辺はさらなる安全性と信頼性向上って何でしたっけ、具体的に。いや、だからその防潮堤のかさ上げとか、免震事務棟を作るとかですね、まあ、先時間をかけてやるようなことだったと思うんですけども、うん、まあ、結局これはそれは、まあ、やりなさいというだけで、直接それをやらなければ再稼働できないという条件ではなかった、うん、そうですね、つまりできてないものは先送りしたという感じですね。まさに動かすためにいくらでもできちゃってるっていう感じですよね、うん、こういうのも、ね、でも今議論中の安全、うんうん、それこそ安全審査基準も、はい、方針としてはこんな感じですよ ね、 そうですよね、時間がかかるものは先送りっていうね、うん、ダメじゃん、結局変わってないんだね、変わってないんです、うん、で、それからですね、それからなぜかなんか話が電力需要の方に議論が移っていったんです。来た来た、で、ですね、関電がなんか夏には電力が不足するよとか言って結局不足しなかったですよね。で、まあ、滋賀県知事は加田さんこの時は頑張っていたんですが、うん、って感じですね。で5月14日大井町議会が同意です。安全性を担保した上で地域経済や雇用への影響を考慮し再稼働に同意すべきですっていうようなことを言っています。で 5月30日、これが大きかったですね。関西広域連合が限定稼働を事実上容認する、うん、ここでだから今まで反対していた加田さんなんかが折れちゃったっていう感じです ね、 ね、うん、ところがです、新しい局面が出てきました。6月に、6月に
で、我らが渡辺光久教授がですね、破砕帯に関する分析結果、これその渡辺さんだけではなくて、鈴木康弘さん名古屋大教授なんかがですね、破砕帯に関する分析結果をまとめました。で、それなのに野田さんは8日に、再稼働方針を表明、10日には福井県の安全専門委員会が安全は確保されたとしています。ありましたね。そしてとうとう再稼働という感じだったんですけど、 でもこの破砕帯の問題もね、やっぱり市民の、動きでこう表に出てきたっていうことで、やっぱり大いに関してここまで引き延ばしたっていうのはちょっとあるのかななんて私は思っていて。そうですね、うん、これそもそも、ですね、この後に出てくるのかな、この破砕帯の問題をそのここまで大きくしたのは、まさに美浜の会とかグリーンアクション、島田さんやアイリンさんたちの活躍によるものだと思います、はい、そうですね、はいはい、で要はこれはその、爆竹、あ違うや、設置許可の時の文書を専門家に持ち込んだっていうことですね。で そこからその専門家、まあ渡辺先生ですが、はい、ここまでしっかりと評価をしてくれたということです、はい、でこれがその6月の段階に載った、中国新聞かなの記事です。で、すかさずですね、私たちは6月13日に、渡辺先生などをお迎えしまして、緊急集会を開きます。渡辺先生すごく分かりやすかったですね。そうですね、この時私初めて聞いたんですけど、お会いして、はい、で6月25日には政府交渉も開きます。でつまり私たちの主張としてはですね、この破砕帯の問題がここまで、ハイライトされてきたからには止めて再調査をするべきだという、止めてというか、うん、この時はまだ止まっているんですね、はい、動かさずに動かす前にまず先に、再調査をするべきだという主張でした。でこの時明らかになったのが、バックチェックの、審査の時の委員会でですね、これこちらの図なんですが、断層、活断層を思わせるこのスケッチ図が委員には示されていなかった。こっちの南側の図だけが出て示されていて、北側の図が示されていなかったということが明らかになりました。で、それから26日にはですね、なんと1万人を超える緊急署名、そして248団体の、破砕帯の調査を求める、署名を、北上政務官に提出しました。そして27日、ここら辺はもう本当に矢継ぎ早でしたね。国会議員、そして渡辺先生、そして市民団体が大井に行きまして、敷地内に入らせろと完全に交渉し、うんうんうん、まあ、市民はダメだったんですが、うん、国会議員と渡辺先生は敷地内に入って視察を行いました、うん、はい、ね、この時に本当に急にもう本当に何だろう、行くぞってなってバタバタバタって、もう皆さんそれこそ、ね、予定も議員の皆さんも予定を他のものをこう、はい、やめてこちらに行ってくださって ね、 ね、本当に、だから残念、服部さんとかベンさんとか、ね、うん、この時の方々、三宅さんとか、ね、本当に、ね、衆議院の方々は3人とも落ちてしまいましたね。服部さん、橋本ベンさん、三宅由紀子さん、この時素敵でしたね、彼らの行動力はね。本当かっこよかったですよ、本当に素敵でした、うん、もう三田さんも行ったんだよね、もう行くぞみたいな、はい、連れて行かれてね、行きました、うん、連れて行かれちゃいました、ね、はい、みたいなね。いやでも本当にすごく良かったです、うん、それでね、官邸前も相当盛り上がっている、抗議行動が盛り上がっていて、もう本当にこの時はもう市民も議員もみんな一体になってるっていう、そうでしたね、一体感はすごく、はい、強い方ですね、はい、でこれがその時の写真ですね、まあ、関電に入らせろと言って押し問答し、まあ、市民はダメだよということになってしまい、でも国会議員ととにかく専門家が入ることが重要だということで渡辺さんに入っていただいたということです。でその結果作った渡辺さんの報告書からの引用ですね。でこのようにたくさんの破砕帯が、敷地内を通っているんですが、非常用取水路が、F6 破砕帯を横切っているぞと、これはやばいというか、止めなくてはいけないという動かしてはいけないという、そういった私たちの、その、まあ、主張の根拠になりました。
で、まあ、新聞、まあ、ちっちゃくですが産経なんかも取り上げましたね。で、だんだんこの破砕帯問題調査を求める声というものが大きくなってきたわけです。そして7月3日の、これはホワインですね、ホワインの地震津波意見聴取会の議題に大井原発の問題も取り上げられましたということで、これは一定の成果を見たと思います。そうですね。で、はい、こんな感じで、ホワイン前で、あ、これホワイン前か、はい、これまた懐かしいですね。懐かしいですね、はい、画伯とか本当だいますね。ちなみに木村さん、そうだ、はい、私もだみたいな、あ、堀田さんだ、そうだ、はい、おなじみの面々という感じですね。ということで、そして官邸前もすごかったですね。そうね、6月7月にかけてね、すごい、アジサイ革命、ね、すごかったですね。すごかったですね。そう、いや、この時がね、本当に、でもこれがね、本当にね、民意なんですよ、うん、っていう感じですよね。いや、みんなの記憶にしっかりと、うん、そうそう残ってると思います。この道路がね、うん、まあ、そうそう、なんか席を切ってバーッと人が溢れ出すんですか、ね、その時の開放感が、ね、あ、国会前の ねあのホレホレが ね登場しましたね。ところが、まあ、こういった市民の声を押し切るようにして、うん、7月1日ですか、大井原発が再起動されてしまいました。そうですよね。いや、でもこれでも諦めないっていう、そのね、みんなで口々に言ったなっていうのをすごく思い出しますね。いや、だからすごいたくさんの人が声を上げたというのがこの時の成果だったと思います、うんうん、本当にそう思いますね、はいはい。そして再稼働後もですね、なんか延々とやり続けたんです、うん、粘りましたね、はい。そして、まあ、国会議員署名なんかもやって、すごくたくさんの署名が100人を超えるような国会議員から署名が集まりました、はい。まあ、とにかくその4号機を動かす前に調査をするんだということで頑張ったんですが、まあ、前日までというか当日までワイワイやっていたんですが、18日超党派国会議員が、まあ、平野弁さん、あ、じゃあごめんなさい、橋本弁さん、福島瑞穂さん、平さん、服部さん、安倍さんなどなどが申し入れをしたんですが、18日4号機が再稼働されてしまいました。これがその時の、国会議員の有志、そしてなぜか坂上さん、あ、本当だ、あれ、何、国会議員有志に入っている坂上さん、なんかそれっぽいじゃないですか、ええ、鳩山さんもいますけどね。そうそう、本当だ、鳩山さんもいたんです、鳩ちゃん、本当だ、うん、ね、懐かしいって感じですね。なんかこれね、懐かしいですね、うん、はい、8ビットニュースですね、頑張りましたが、はい、止まりませんでしたね、本当にね、はい、はい、ということで、まあ、大井原発まだまだこれからも頑張らなければいけませんが、こんなことがありましたということで、で、同じ6月にですね、こちらまた今度は福島県の県民健康管理調査の問題で、まあ、政府交渉などもしていったということで、こちらは坂上さんからちょっとお話をいただこうかな、はい。そうですね、まあ、県民健康調査で、まあ、先週もやりましたけども、まあ、いろいろ問題が紛失、してきたということで、まあ、政府交渉をやった、まあ、この時はまあなんていうか、特に県がやることだからということで、要するに、まあ、国側でなんか責任を持ってやるっていう気がさらさらないっていうかですね、いう状態だったと思います、ですね。これは署名を提出しているのは上のやつは署名提出のとこでしたか、ね、そうですね、最初にね、であと、まあ、福島の、はい、皆さんですね、で、はい、まあ、お一人はその、まあ、甲状腺でいろいろ事故前からお医者さんにかかっていて、はい、たまたまね、それで、うん、まあ、子どものことがちょっと心配なの で同じ医者にじゃあ子どもを見てほしいと言ったら、うん、ちょっと子どもは見れないですね、うんうんうん、それはちょっと健康、ね、調査やってるからという感じで、うんうん、まあ、そういったですね、特にこの当時はそのセカンドオピニオンを認めないみたいですね、はい、ね、うん、そういう空気が福島県内にもあって、うん、まあ、そういったことも問題にはしてたと思います、はい。ということで、これもね、なかなかまだ、あの時からずっとその県民健康管理調査の問題点をずっと指摘してね、上げてきているにもかかわらず、ほとんど進展なしですかね。そうですね、この時は金城さんですね、うん、これ金城さんということは相手方は
厚労省の人も来てましたね。原子力災害対策本部の生活支援班、まあ実質的には保安院ですね。そしてあと厚労省も来てます。厚労省はただそのあの患者調査についてコメントをするだけで、でまあ県民健康調査についてはこの時はだからまだ保安院が担当 で、でそれはもう県がお任せ、県にお任せですよと、何もできませんみたいな、口出しできないんだよみたいなことを言ってたけど、でもお金出してちゃんと指導しなきゃいけないんだから指導してくださいとかって言ったのにもかかわらず、そうなんですよ、まあ、金は、ね、国側から出てまして、そうちゃんと指導しなきゃいけない、ね、で現時点では一応もう国が行って責任を負わなきゃいけないという形で環境省がしぶしぶ何か顔を出してるけども、まだそんなにこう、責任の所在というのを感じながらやってるとはまだ 今のところは見えないという形です ね、そうですね。この時はまだ支援法が、できる前ですね、6月1日ですかね、できるちょっと直前ですね、はい、ということでこんなこともありましたですかね、はい。で、同じこの、まあ、5月6月にかけて今話していたその原発事故子ども被災者支援法の関係で、まあ、ベリキンさんを呼びましたね、はい、これもすごかったですね、実は ね、あの2人で呼びたいねって言って本当に呼んじゃったよって私はあの時思ってたんですけどそうですね、ちょっとベリキンさん来日とその支援法の成立のところをちょっとじゃあまたそうです、ね、はい、お話ししていただけますかね。ベリキンさんとは何者かと言いますと、ロシアの、元リクビダートルの方です。原発の事故の収束作業に当たった方ですね。この方は技術者で、まあ、チェルノブイリ原発事故後かなり高線量の場に何度もこう突撃していって、あの収束作業に当たったというようなお話を聞かせていただきました。で、私たちがベリキンさんをこう招いたあの理由というのはですね、このチェルノブイリ法の成立過程とか内容について語っていただきたかったんですね。で、東京と福島、東京で2回福島で1回こう公開の形のシンポジウムセミナーを行いました。どういう話が印象に残っていますか。いや、一番印象に残っているのはそのまあチェルノブイリ法だとね、5ミリであの移住、強制移住ですね。で、まあ、日本だと20ミリで、まあ、それで、要するに何ミリが一番適切だと思いますかっていう質問が出て、でそれに対して彼はそれは君たちが決めることだですね、まあ、要するに本当にこうね、低線量では危ないと思ったらしっかりと声を上げてその政府側と きっちりやり合ってね、まあ、その力関係の中で数字っていうのは決まっていくものだっていう、まあ、そういう多分意味合いが込められたと思うんですけども、そこら辺はやっぱりこの何て言うかな、その避難の権利をやっぱり住民運動あるいはそのリクビタードルたちをこうまとめ上げてこうやっぱり戦い取ってきたっていう人ならではの言葉だったかなというふうに思いましたね。で、ロシアではその避難の権利ゾーンが1ミリ以上、避難の義務ゾーンが5ミリ以上なんですが、その1ミリもそのチェルノブイリ法の前にその政府決定されているんですが、その過程も平らではなくて、最初その諮問委員会みたいなところが生涯350ミリっていう基準を打ち出して、で生涯はまあ70年で1年5ミリシーベルトみたいな基準にしようとしたらしいんですが、まあ市民たちが詰め寄ってですね、1ミリシーベルトを勝ち取ったというような話をしてくれたり、であとそのベリキンさんが言ったことの中で私が印象に残っているのはですね、つまりこれは権利なんだと、ロシアのあるいはまあ、ロシアのその憲法で保障されたその安全に生きる権利というものをその、が元になっているんであると。でつまりその、恵まれない人たちに対するその恩恵とかそういうものではなくて、当然にして与えられた権利であって、それの意味合いが近年薄まってしまっていると、プーチン大統領になってからですね、改悪が行われて、社会保障といいますか、そのまあ、社会的な弱者に対するその支援みたいな形の性格が強くなっているけど、それは違うんだっていうような話をしてくれました。はい、そして6月に原発事故子ども被災者支援法が成立します。
ですね、6月21日ですか。はい。で、この時はですね、参議院、衆議院でですね、まあ、それぞれ、この原あの支援法の成立に尽力された議員たちが、まあ、発案者、発議者としてですね、まあ、通常その法律って政府提案なので、あの国会議員がこう質問して政府が答弁するっていう形なんですが、この時は国会議員の質問に国会議員が答えていたんですね。で、まあ、谷岡さんをはじめとして川田隆平さんですとか、吉田忠智さんですとか、森雅子さんなどがですね、答弁に当たったわけです。大変こう、あの問答もいい問答で、で、この時にしっかりとですね、まあ、各国会議員の口から、支援対象地域は1ミリシーベルト以上であるとか、あるいはこう分断を生んではいけないとか、当然にしてその健康被害の未然防止を目指していくんだとか、その理念なんですが、こうしっかりとしたそのこの法律の基礎となるようなことが、まあ、引き出されていました。で、はい、はい、で続きまして、まあまあ、この辺本当に立て続けでしたね。はい、で、まあ、5月6月ということ で7月に大井原発再稼働してしまったんですが、でこの時にですね、またあの今度はパブコメ運動、これもすごい盛り上がったんですけれども、まあ、あの革新的エネルギー環境戦略ということで、まあ、パブコメをみんなで書こうということで運動を始めていった時ですね、これですね。はい、はいはい、で、これは何だったのかというのは、はい、あの長い、ね、長い経緯があるんですが、はい、あの一言で言いますと、そのエネルギー基本計画の見直しの前にですね、うん、まあ、日本 の, その今後 の, そのエネルギー戦略をどうしていくのかということに関しては、しっかりとその国民の意見を聞かねばならぬという真っ当な理由で、国家戦略室が有識者の議論を経て、その3つシナリオを用意して国民の、うん、あの国民的議論をやろうということで始めたんです、うん、ただですね、この、国家戦略室 の, その用意した3つのシナリオって結構恣意的、うん、そうそうではありました。恣意的ではありました。そう、はい、で、そして彼らがやろうとしたその国民的議論なるものも、うん、いろいろと問題はあったと思います、うんうんうん、で、この3つのシナリオですね、0シナリオ、15シナリオ、はい、20から25シナリオ、うん、これそのものがまたなんかね、うん、恣意的で、そうそうそう、なんで0からいきなり15なんだとかね、うんうん、でこれはもうありえないみたいな、うん、いろいろ突っ込みどころあったんです、うん、そしてこの見せ方ですね、2010年実績からこちら3つのシナリオに見せているんですが、うんうん、いや今もう稼働していないからゼロじゃないかっていうような、ここからゼロベースで見せるべきだっていうような、うんうん、いろんな突っ込みどころがすっごいたくさんあったんだよね。これは15、20から25っていうシナリオに行く間にもいろいろなんかこう怪しい動きがあったりとかして、怪しい動きがありました ね, ね、そうそう、でどうやらその政府としてはここに落としたいんじゃないかっていうような話が言われて、しかもこれがその従来の、うん、エネルギー基本計画で、はい、2030年に原子力 45%、 これはだからその311前のすっごい野心的な計画だったと思うんです、うん、こういうのを入れて、うん、しかも2000、ね、あの12年ベースではなくて10年ベースを取るというこの怪しげな見せ方にかなり私たちは批判をしました、うんうん、で、ということでパブコメ王子が登場しまして、うんはい、でこれはeeeShiftというあの、ね、脱原発エネルギーあのじゃない新しいエネルギー政策を実現する会 の,、うん、あの秋山さんという人が作ってくれて、うん、一生懸命つぶやいてくれていたんです、うん、みんなでパブコメを書こうということで、うんそうそうね、つぶやいてくれました。でそして政府の方はですね、そのパブリックコメントすごい短期間だったんですね、うん、なんか1ヶ月程度だったと思います。そうそうそう、であとは意見聴取会と称して全国11カ所、うん、これも批判が集まりました、うん、首都圏埼玉だけだったしね、うん、じゃなかったっけ、しかもなんか3つのシナリオに
各賛成した人3人とかすごいなんか選び方も変だとか言ってすごい批判されましたね。しかもなんか電力会社の人が登場みたいな感じで、でもかえって失敗しちゃったね、みたいな感じでね。あとなんか怪しい討論型世論調査とかもやって、しかもこの委員の選定の仕方がまた変だとか言ってすごくね、私たちは警戒感をね、作られた国民的議論で 15% に誘導してしようとしているのかっていう感じでいろいろイチャモンつけたんですが、結果はすごかったんです、そう頑張りましたね、特にパブコメがすごくて、みんなこんな恣意的な見せられ方もしたのにもかかわらずです、このパブコメ8万9000件中、原発ゼロが9割、即時ゼロが8割、すごいですよね。そうこれ後半すっごいガーッと伸びましたよ ね、 伸びましたね、パブコメちょっとなんだっけ、ほらブラックバスよりも少なくちゃブラックバスに負けるなみたいなそれで10万件でしたっけ、ブラックバスはね、はい、それに負けちゃダメだなって言ってて、でも本当に内容的にはすごくだから良かったというか、でもこれは本当にその FOE さんでも頑張ってこう宣伝してたじゃないですか、でやっぱり私もミッサさんに聞いたのをすごく今で覚えてるんですけど、どこがポイントなのかって言った時に、まあやっぱりポイントが分かんないとうっかりその15とかにする人も出てくるし、もしくは嫌だから出さないとか、もう頭から今すぐゼロにしろ以上みたいなことになっちゃう、それそういうつられには乗らないようにねみたいな感じのことを言われて、あなるほどみたいな、でも即時ゼロが8割ですよ、そうだから本当はそうそう良心的に集計してくれたと思います、私たちも疑心暗鬼で、即時ゼロって書いたらなんかそうカウントされないんじゃないかとか思ったんですよ。でもだからあそこにゼロとゼロと書きながらも、でも意見のところで即時ゼロを書くようにというようなご指導をいただいて、即時ゼロって欄はなかった、そうないから、ね、まずそのゼロ、原発はゼロってやって、即時ゼロって書きましょうっていう、意見のところには書こうみたいな感じ、ね、まあ、それをちゃんと数えてくれたっていうことですよね、だからそんなにこう私たちが心配したほど悪辣なことはしなかったってことだと思いますが、すごいですよね、この各シナリオに対する支持だから、その積極的にパブコメを出す人はこういう結果で、ただこの時各新聞社がやった世論調査はこんな感じではなくて、特に日経は保守的な結果が出ていたと、半々ぐらいだったと思いますね、マスコミめでそして市民がですね、自主的意見聴取会ということで、これを福島でやったと、これが郡山でやったと、これが東京ですね、でだから市民側も対抗して意見聴取会をやりました、政府の人も来てくれました、福島すごかったですよ、もうなんかすごく覚えてるのは、高橋さんかな、高橋さんが、要はね、エネルギー政策ってっていうのはね、足し算引き算じゃない、要は火力がこんだけで、水力がこんだけで、原発がこんだけで足すとこうなるというような、つまりあるエネルギーの需要を満たすために供給がこうだってもんじゃなくて、原発は全然違うものなんだと、つまりこうね、足らないから原発動かすとかそういう発想じゃないんだと、原発をまず議論して、それからエネルギー政策を議論しろと、いいこと言う、ね、すごい根本的なことですよね、もうなんか発動させられました、まあ、すごくいいいいコメントですね、素晴らしい、はい、はい、そんな感じでした、はい、ということで、まあ、これも大きく動きましたね、この時にね、半原連の人たちとかもすごい協力してくれて、うね、もうこの頃にはすっかりなんかね、いろいろこう協力してもらおうみたいな、ね、お互いに協力しようっていう話になってたんですが、はい、ここで また同じくらいの時期に今度は原子力規制委員会の人事問題っていうのが出てきちゃったということで、これがいよいよ登場です ね、 ですね、はい、はい、じゃん、原子力規制委員会、はい、の人事問題が浮上しました。はい。で、これは7月の下旬ぐらいにですね、なんか新聞報道が20日でしたかね。20日ですかね。おお、そうか。日経と、あ、そうだ、また出たね。本当にわざとらしいリーク。わざとらしいリーク記事で。わざとらしい。はい。で、原子力規制委員会なんですが、もう嫌というほどこの FFTV でもやりましたが、このようにですね、今までバラバラしていた原子力規制とか原子力を司るいろいろな機能をですね、一元化する、今までだからその、原子力安全委員会が内閣府に置かれて、そして原子力安全保安院が資源経産省かの元に置かれていて、この両者が、まあ、ダブルチェックと称してなんかわけのわかんない構造であったと。
で、原子力安全保安院のもとにその原子力安全基盤機構とかがあったり、あと JAEA 日本原子力安全研究開発機構は文書とか研究とかやっているところですが、文科省の下にあった。で、文科省がモニタリングとかをやっていた。で、それを基本的には一元化しようって、そういう発想ですね。これがいいのか悪いのかっていうところですね、うんうん、で、これがおなじみの方々です。リークされたメンバーですね、はい、はい。で、市民側は非常にこう反発しまして、まあ、田中俊一さんは JAEA 出身、更田さんも JAEA 出身、中村佳代子さんは日本アイソトープ協会出身、規制される側じゃないかと。そう、ね、で、また田中俊一さんとか中村佳代子さん、いろいろありました、うんうん、発言が。そうそう、このね、原子力損害賠償紛争審査会でもありました。そうそうそう、ということで反対したわけです、うん、はい。で、これがその反対の模様ですね。はい、あの画伯作のおなじみの段ボール。そう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 、使いましたね、これ。暑い中引っ張りまして。本当だね。一人ずつのもあったんですね、そういえばね。そうだそうだそうだ、これね、あの、そう、集会に間に合わないとかって言ってその場で書いた。その場でなんかね、持ってきてね、書いたりとかね。だから私たちは国会議員だと、これはターゲットはね、はい、国会同意人事なので、国会議員に訴えかけたんですね、うん、賛成しないでくださいって。市民500人が国会に行こうとか言って、うん、ロビー活動なんかもやりました。そうそうそう、あらゆる手を尽くしたわけなんですが、うん、っていうところですね。あ、で、実は私は見ていなかったんですが、報道ステーションなんかでもですね、うん、あの人事問題報道されました、はい、田中俊一さん、こんな、前歴の方です、このまま行ってしまっていいんでしょうかということで報道もされましたが、9月19日原子力規制委員会が発足しました。市民側は完全に負けたんでしょうか、坂上さん。まあ、5人がそのままね、誰も差し替えられずにという意味では、なかなかうまくいかなかったという面もあると思うんですけども、ただ、まあ、国会のまずやっぱり同意が得ることができなかったですね。まあ、そういう意味では正当性がきちんと確立された状態ではない形でスタートを切らざるを得なかったということですし、それからやっぱり彼らに対する監視の目っていうのはですね、もしこの人事の運動がなければ、全然今の状況というのは変わっていったのかなというふうに思いますね。そうそう、ということで一定のまあそうですね、はい。そしてはい、原子力規制委員会のみならず原子力規制庁の人事も問題じゃないかというような記事も出ました、なぜか、警視庁総監が元警視庁総監が、規制庁の長官になっています。で、今のその主要課題とスケジュール、今原子力規制委員会ではこんなことが話し合われています。非常に急ピッチで、大事な話が進んでいます。で、このうち私たちが特にウォッチしているのはこの、新安全基準、安全規則と書いてあるところですね。そして3番目の防災、そして4番目の火災対、全部じゃないかっていうのあとはですね、あとは福島のその住民健康管理に関する、はい、これが一番上ですね、この11月20日からと書いてあるやつです。坂上さん、どうですか。そうですね、そもそもなんていうかな、現職今のね、状況で、まあ、パブコメでゼロを要求する声が大きくなっていて、その再稼働ないしはその原発をどうやってゼロにするのかっていう議論をしている最中でですね、規制委員会が発足して、で、彼らが一生懸命やりだしたのは結局再稼働に向けた準備の議論で、まあ、この一覧表で言うとね、例えば真っ先にやらなきゃいけないのはその福島第一原発の事故収束の作業とかですね、あるいは破砕帯とか火山層の問題というのがありますので、そういったところを優先的にやらなきゃいけないはずだったんですけども、結局優先的にやったものといったらその防災関係と、それから新安全基準ですかね、そこでもうとにかく期限を決めて、新安全基準については来年7月だと、で、防災についてはもう来年3月には予算の関係とあってもうやってしまうという形で、まあ、そういう意味ではもう暴走状態というかですね、まあ、今も同時並行的にいくつも審議会 で、しかもそれを、5人で面倒を見るということですけども、まあ、当然見切れないですよね、でしかも
中村さんなんかはそもそもその会議を仕切れないっていう状況で、もう実質4人とか実質3人とかですね、まあ、場合によっては本当に原子炉分かってるのは1人か2人かみたいな状況の中で、結局、まあ役人たちがとにかく出してくるペーパーをもう右から左に流していくみたいな形で、非常に高級ピッチで進んでるっていうのは非常に問題だなという思いますね、うん、ただあれですね、私がてか他の方もそう感じているようなんですが、破砕帯調査に関しては大井は確かにその何でしょうか、グレーは黒だっていうのを徹底してほしいと思いますが、敦賀東通りなんかはかなり厳しい結論になりそうな、規制委員会らしい仕事をしているんじゃないかという声もありますが、どうでしょう。ただね、その少なくとも敦賀については あそこは黒だっていうのはもうホワインの時からですね、まあそういう意味ではその現職の側の人たちもですね、まあまあ、当事者の日本原電はまだぐちぐち言ってますけどもある意味あそこをね生贄にして他を救ってもらうみたいな、で特に大井については白に近いグレーだというような言い方も、まあ、ホワインの時からはしていて、で今実際に調査に入ってですね、渡辺さんなんかは逆にもう明確に火山層を新たに見出して指摘をしているわけですけども、それでもその黒だとしないっていうところにですね、まあそれはそれで今の規制庁規制委員会のですね、なんていうかな、旧態依然の性格みたいなものはそれはそれであるんではないかなというふうに思いますね。確かに見せ方上手だなって思っていて、要は保安時代安全委員会時代からずっとこう彼ら着々と議論して叩き台を作っていたのを、規制委員会になってから成果みたいな感じでバンバン出してるっていう、報道のに対する見せ方は上手だなっていう気がします。あとはまあ、ホワインが悪すぎたっていうのもあると思うんですよね。敦賀にしろあと東通りにしろ、まあ、普通の活断層専門家から見ればもうなんていうか活断層らしい活断層がきれいに走ってるっていうような多分状態でしたので、それでも要は自分たちが、ね、ホワインにしてみれば自分たちが過去調査をして活断層ではないという認定を出しているので、その過去の過ちを絶対認められないみたいですね、いうところがあって、まあそれは今、一応人間は一緒なんだけど名前は変わったので、昔のことはもう他人事のように、ね、違う人がやったかのように違うところがやったかのように批判をしてひっくり返せるっていうね、いう状況になったっていうことではあると思うんですけどもね。そうですね。であとこの防災の関係なんですが、これから急ピッチに来そうなんですが、つまり10月の末の段階で原子力対策指針という形、原子力災害対策指針という形で、枠組みがこう固められて、で今その内容、判断基準ですとか、その7日間何ミリシーベルトでどういうことをするっていうその中身が論じられているわけですよね。で7日間50ミリシーベルトとか、最初の数時間、500マイクロシーベルトパーアワーといったようなその数字が事務局案として今出されているっていう、そういう状況なんですかね。まあ中身についてはまた年明け早々にでもですね、じっくりとお話ができたと思うんですけども、今最初に彼らがやろうとしたのはとにかく手っ取り早くやりたいというので、その緊急時のですね、その事故炉のですね、炉の状況に応じた対応については原子力安全委員会の時代に一定議論してますので、まあ、それを持ってくると、それから線量に応じたその対応についてはIAEA の基準をごっそり持ってこようとしたんですよね。で、ところが IAEA の基準って、まあ、前に紹介したように福島で実際に行った基準の適用よりも緩いんですよ。直後で2倍ですかね、それから中長期的には、5倍っていうですね、でそれで、まあ、今出てる案では厳しくせざるを得ないと、ただ厳しくしたといってもやっぱり福島事故の波ですので、
まあ、私たちはその20ミリシーベルトという基準そのものも非常に問題があるというふうに思っているんですけども、そこら辺のもう検証もなしにやっているということも問題ですし、それからその防災計画を立てる範囲を30キロというふうにしているんですけども、それは IAEA のもともとの非常に緩い基準に基づいたその拡散シミュレーションでそれを裏付けようとしていたという経緯があって、そしたらまあ彼らの論理に立ってもね、IAEA は厳しくしたんだったら拡散シミュレーションもやり直して、そうすると防災範囲って本当に30キロで収まらないということになってきて、まあそれに対する対応というのは当然迫られるわけですけども、今それをやろうとしないでとにかく30キロは30キロのままで通そうとしてますので、その30キロでいいのかっていう問題と、それからその福島事故の対応がもうそれと同じ対応でいいのかっていう、その2点について対応が本来なら、ね、迫られるんだと思います。はい、ということで、もうこの、ね、規制委員会の問題があったからこそ FFTB、そうですね、そうです、ある抗議行動の夜じゃないか、そうそう9月11日、抗議行動の夜です。抗議行動、確かね、官邸をぐるっと一周回る、そうでした、抗議をした後ね、抗議をした後ぐるっとね、そう月曜日に官邸裏回ってまた戻ってくるみたいな、はいはい、多分行動が終わって、相変わらずなんというかいきなり突っ走り始めたみたいな、うん、なんかその前の金曜日の環境、規制委の準備室の前の時になんかね、それで水田さんが半減連さんのねユーストン出て、ちょっと私たちも情報発信しなきゃねとか言ってたら、やりますかみたいな、いや前から話をしていて、ね、で半減連さんがやって、やられたやばいみたいな、なんかこう、あ急げみたいな感じで、その土日でやっちゃおうかぐらいの勢いで、そうですね、で袋カフェとかにかけ、急いでかけみたいな ね、かけて、かけて、で週明けで週明け月曜日に多分ね3時か4時ぐらいに秋葉に行って、うん、ね、ウェブカメラとマイクを買ってきて、うん、それは土曜日か日曜日に買ったんですよ。そうでしたっけ、そう、萩原さんと3人で行ってだけどうまくいかず、それでほら坂上さん犬の世話しなきゃいけなくて帰ってとか言ってで月曜日ね抗議行動の後にやりました、はい、ということでね、これが、はい、それでですね、すいません、はい、なんだこれはまだ続いてんですね、あそうかごめんごめん、ま、それでね人事の話って実はその彼ら5人の人事にとどまらず、うん、これ各検討チームの人事見るとね、はい、ひどいんです。でこれが例えば原子力災害事前対策等に関する検討チームの人々なんですが、はい、有識者と称する人々なんですが、見てください、うん、あらららららら、なんでしょうね、並んでますね、なんでしょうね、 JAEA とか JNES とかね、うん、青森原子力センター、ちょっと大学の先生はどういう方か知りませんが、うん、という面々なんです。でこれは他の検討チームもぜひ見ていただきたいんですが、うん、本当になんか身内固めですよね、うん、とある人が仲良し小良し人事、うん、および利益相反人事みたいなことを言っていましたが、うん、各検討チームなんか当事者が入りすぎみたいな感じですね、うん、で、我々はその10月18日の段階で、まあ、いろいろ要請書はこれだけではなくて、はい、すごいたくさん出しているんですが、うん、この時は20ミリシーベルトは高すぎるじゃないか、避難政策を見直せと市民の声も聞け、であとはその大井原発あるいは大間原発を止めろですとか、安全基準作りが早すぎる、そして公安を入れるのやめろみたいな、そんなような要請書を出しましたが、うん、はい、全く無視されている状況です。そうですね、ということで、その、何でしょうかね、私は原子力規制委員会 の、 その構造的な問題として、うん、アメリカ の、 その NRC の、 その、はい、ね、独立性が高く権限が集中しているっていうのを多分こう、ね、うん、夢見て導入したんだと思うんですが、うん、これは本当にいい方向に出るのかどうかっていうのはね、なんかすごく不安です ね、 ですね、人事が全てなんです、うん、この構造って。そうだよね、政権変わっちゃったし国会同意取るって言ってるしね。そうです、ますます心配な状況ですね、うん、すごく、私は特に彼らが
その福島の実情をとにかく見ないっていうね、うん、あの福島に寄り添ってと口だけ で実際にはまあ、避難政策にしろですね、老そのものの今のね、現状にしろ、まあ、視察に行って見てきましたっていうことはやるんですけども、本当に寄り添ってというか実情を 見ようとしてるのかって、ね、で防災地震の問題でも IAEA の、ね、特に根拠のない30キロって数字だけをこう拾ってきて、でそれを正当化するにはどうしようかって考えているとかね、で実際に福島で取られた避難政策がどうだったのか、で20ミリで何が起きたのかっていうのを把握しようとしないし、それからまあそれの最たるものがその県民 その健康管理の検討チームですよね。当時実際の健康管理をやってる側の人間たちばっかり呼んできて、その被災者の中で今その要するに健康管理を受ける側の人たちが今の健康管理のやろうとしていることに対しても不満が噴出しているわけですけども、それを直接聞こうとしないというのはもうありえないことですよね。問題をこう見ようとしない、そういった状ただね、このメンツ見るとまあそんな感じかとは思いますが、はい、うん、すいません、いきなりネガティブな、うん、はい、でもね、そうだから、でもまあ今三田さんも言ったみたいに人事が全ての今の規制委員会の形っていうのはまあ今のところできて出来上がっちゃってるわけですからね、うん、ちょっと人事は重要で、はい、ちょっと注目ですよね。そうですね、心配だわ、はい、破砕帯の調査なんかは学会推薦っていうのを取り入れて、うん、比較的渡辺光久先生とか、ね、鈴木先生だけ、そうですね、まあそこだけはそういう対応取らざるを得ないっていう、うん、まあそれはある意味運動の成果ではあると思うんですけど ね、 ね、ただその一方で地震津波の方はもう、うん、過去その、うん、基準の方ですね、基準作りの方、そうそう、りの方についてはベタベタだった人たちがそのまま選ばれていて、でだからなんか市民側 の、 その、ね、うん、独立した観点を持っているその後藤さんですとか井野さんとか渡辺先生みたいな人は基準作りからも弾かれているんですね。だからね、どうしてもなんだろう、規制委員会頑張ってるじゃんとか、田中さんもなんかここに来てね、そう簡単に再稼働はできないよみたいなことを言ってたりとかっていうのを聞いて、これが本当だったらちょっと私たちは応援してあげなければいけないんではないかとかいう人もいるんだけれども、いやいやいや待て待て待てみたいな感じで、やっぱり全然できてないことの方が多いわけですから、でこの人事他のね人たちの人事を見てもそうですし、やっぱりね全然気を緩められるところはない。まあ、応援するとかしないの問題じゃないですか、ね、うん、市民の声今聞いていない状況なので そこを忘れちゃいけないよっていうところはありますよね、うんうん、まあ、しっかりとやって、うん、そうそうそう、やるべく、まあ、しっかりと見ていって、うん、市民の声を聞けと言い続けるしかないかなと思っていますけど、うんうん、そうなんです、だからみんな騙されちゃダメだよみたいな気はしますね。はい、ということで規制委員会がありましたということですね、はい、はい、そして最後に、出ましたね、はい、最後ポカポカで終わります、ポカポカでポカポカに始まりポカポカに終わるということで、夏と冬ポカポカやりました、はい、はい、冬はこの間やったばっかりですかね、はい、はい、これをじゃあちょっと、そして、はい、いい写真がたくさんあります、いい、やっとホッとできるものが、はい、みたいなはい、いいですね、子どもたちが笑って遊んでという、本当にいいね、すごく良かった、そうです、そしてこれ南房総に惚れ込んでるハガちゃんなる方がですね、はい、立役者なんですが、でなんかパヤさんとか、パヤさんパヤさんっていうことになってんだろう、この期間だけの名前っていうのが付けられるらしいんです、へ、子供たちのスタッフも、でようちゃんですとかお兄さんですが、あ、はい、本当だ、まあ、なんとなくそれはね、FOE の名前から、ね、林さんなんかがスタッフとして参加しています、はい、で地元の人たちもたくさんの方が参加してくれました。それは素敵ですね。なんと53人ものボランティアの方々が、これポカポカ夏休みといっていきなり始めちゃいましたが、はい、うん、南房総での出来事で、羽賀さんという受け入れてくれる方がポカポカのネットワークを通じて、うん、まあ、子どもたちを、はい、南房総にご招待ということで、うん、思い切り海と川と、うん、で山でも遊んだという、うん、そういう話です、うん、
はい、で子どもたちの感想がすごく良くて、はい、で今年初めての海と川に入れて嬉しい、はい、また千葉に来たいというような声ですとか、いいですね、保護者の方もですね、はい、まあ、やっぱりなかなか外で一日遊ぶということができなくて、はい、たのがすごく良かった、うん、なんかね、あの子どもたちがすごいこう喜んで帰ってきて、うん、もういつまでたってもその話をするっていうようなことでした、泣けてくるで福島駅で別れる際に、うんうん、エリシャさんっていう、はいはい、ボランティア の、うん、あの素敵な女性がですね、うん、あのアテンドしたんですが、うん、もう別れるときみんな泣いちゃってという話を、う、ね、うん、菅野さんがあの嬉しそうにメールで、感動屋さんの菅野さんがですねメールでみんなに流していましたね、はい、ポカポカのね、やってくれている菅野さんですね、セーブ渡りキッズの菅野さんですね、はい、で、冬休みはですね、うん、ちょうど終わったところで、はい、写真はまだないんですか？写真はまだないんです、はい、大成功なのかな、先週、あ、先々週、先週、先週か、はい、あ、じゃあ青木さんちょっと登場しましょうか。実はフクロウの会の青木さんも今日来てくれてます。はい、どうぞどうぞ。はい、あ、はい、いいぞみたいな同じ場所で夏休み その南房総と同じ場所、ただプログラムは全く違う。そうですよね、どんなことになるんですか。流れ星みたいな、そんな感じ。あー、へー、ここ宿泊はどういうところなんですか。東京の、はい、はい、それで私がね、冬のところ良かったなと思うのは、うん、ほとんどメンバーがポリシーで夏に参加した人が基本的に冬も参加する。ああ、はい、基本的に同じようにするんですよ。へえ、それとまあその中からこうリーダーシップを持ってやるとかいろんな役割が、うん、なるほど、分担できて、へえ、夏の時はね、最初の写真はちょっと表情が、うんうんうん、ところが冬の方はもう福島駅出るところからみんなニコニコ、あー、わーみたいな、久しぶりみたいな、そういう感じがしました。うん、スタッフは、はい、リーダーの羽賀さんが、はい、もう長年そのずっとこの青少年の育成のキャンプをやってきたから、やっぱりそのずっと小学校高学年から中学生、うん、最初ぐらいの、うんうん、同じグループで3年とか4年キャンプをやると、その中でそこに成長するということがあるようで、へー、ね、そうですね、ぜひね、これから福島の人たちも毎年そうやって ね、 そうです ね、 ね、成長するためにも、ね、健康のためにもぜひね、やっていただきたいと思います。続けたいね。これは新たに入る人たちってこと、参加した人はちょっとずつ増えたりとかっていうのは可能なんですね。あ、うん、あ、よかったです。うん、人にっていうことなんですね。はい。はい、でも本当によかったです。今回保護者の方は何人か来たんですか？何人か。あ、いやいや、あ、そうですか。保護者、ね、今期は2人って言ってましたね。あ、そうですか、はい、あ、ぜひね、大人の方もですね、そうですね、雇用しなければいけないので、結構ね、大人にもストレスが溜まっていますので、そうそう、うん、こういう時にパーッと ね、 ね、またこう、う、場所を変えると、うん、また大人同士でもね、いろんな話が出てきたりね、そうそうそう、やっぱりね、活用してほしいと思います、うん、ぜひ活用していただきたくて、はい、その口コミみたいなのもね、三田さんはバードウォッチング今回は、あ、ね、残念ながら残念ながらね、はい、冬のポカポカの時にバードウォッチングやりましたっけ。そう、第2期ですね。第2期の時か、春先、そうです ね、 ね、ただね、あの時すごい天気が悪くて、まだ寒かったんだっけ。そうですね、そっか、ちょっと一般の方々は、はい、来なかったっていう感じでしたが、はい、はい、ということでポカポカで終わりました、はい、あれマイク入ってたかな、入ってたのかな、あ、
ごめんなさい。ごめんなさい。オフでした。オフでした。私ですね、ごめんなさい。私も今やっとツイッターが見れるようになったんですが、どうしよう、青木さんの話が出なかったけど、じゃあこのまま選挙の話も青木さんと一緒にやっちゃおうか、はい、ということで、あの1年を振り返ってポカポカに始まりポカポカで終わるっていうところでなんかこう本話か終わろうかなと思ったんですが、今年ね12月に最後に来てしまいました選挙ということで、この間もちょっとお話をしたんですが、最後にこの東京都知事選と衆院選の、まあ、脱原発派、まあ、敗北なのというところで、これは水田さんこれを出した趣旨からして、まあはい、そうですね、あの現実は 見なくてはいけません。あの得票率で見るととかそういう話ももちろんありますし、はい、この小選挙区制にすごくたたられたということはありますし、それはその先々ね、あの直していかなくてはいけないことだと思うんですが、ただ負けたことは負けたと思います、はい、うんうん、私たちを助けてくれたたくさんの国会議員が、残念ながら落ちてしまいました、うん、残念、残念、うん、で私がすごい悔しいのは福島原発事故からね、うん、まだこの記憶も生々しい中、原発が争点にぼかされてしまい、うん、脱原発で頑張った国会議員が相次いで落ちてしまい、本当にみんなこう なんとなくこう選挙に行かなかった人がすごいたくさんいて、うん、そしておそらくこうなんとなく自民党を選んだ人も結構いてみたいな、そういったのが残念なんです、うん、意識的に自民党をみんなが選択したんじゃないっていうのがね、うんうん、なおさら残念。そうなんですよ。どうですか、沖さん。あの私ね、うん、この話その通りだと思うんだけど、うん、あの12月にあの脱原発世界会議があって、ヤブロコフさんが来ましたよね、はい、で2日目の、 あのワークショップでお話聞いて、彼が最後に言ってた言葉がすごく印象に残っててね、であの日本の状況に対して彼は何て言ったかっていうと、あの英語でちょっと彼は言ったんですけれど、日本語で言いますけれどね、あの真実のために戦え、健康のために戦えって言ったんです、うん、彼あの原発推進勢力は、はい、真実を知るのがすごく怖がってるんだと、うん、で彼らにとっては不都合な真実ばっかりなんだと、うんうん、だからそれをひるむことはない、戦って戦って戦うんだと、うん、言ってたんですね、うん、だからやっぱり選挙のこういう結果あるけれども、はい、やっぱりそういう真実をね、あの知らしめる、さっきもあの福島の実態に寄り添ってないっていう話がありましたけど、やっぱりそこをね、真実をあの知らしめていくっていうことがすごく大事なのかなって思いました、うんうん、そうですね、まあ、へこたれずにやると、あのさっき出てたベリキンさんも来た時に、その国はね絶対何もしてくれないと、自分たちが動かなきゃいけないんだみたいなことをおっしゃってたなと思って、まさに行動あるのみみたいな感じですかね、うん、そうですね、はい、ですので参院選がね夏に、まあ、6月あれ6 月、ね、6月にあるか らあと半年しかないの、投票率をとりあえず、うん、みんだからねツイッターとかこうしたユースト、うん、すいませんユーストやっときながら、うん、でもこうした世界だけじゃないんですよ、うん、ダメなんですね、だからこう知り合いにちょっと投票行こうよと言ってみるとかね、今ね間違いなくあの世論はね、うん、やっぱり脱原発だと思うんです。この間の パブコメ ね、 ね、さっきのパブコメだからやっぱりね、うん、身の回りの人から恐れずにあの、うん、言うことがすごく大事だと思いますね、うん、ちなみに私もあの親戚中知れ渡りましたけど、そっか、はい、そうですよ、まあね、たまにはちょっと固い話でもしてみるとかね、そうですね、うん、ということで、はい、まあ、できること、そして選挙以外にもいろんな手段があるのでね、はい、選挙を頑張る、勝手連をいろんなところで作って、そうそう、ワイワイガヤガヤ楽しくやるというのと同時に、うん、選挙以外のところでも頑張りましょうということですかね、うん、そうですね、やっぱり、とにかく周りをに一人でも多くその無関心であったり、あんまりなんかマスコミのことしか見てないような人たちを一人でも減らして、こう自分で考えられるようにしようよみんなで、ってちょっとやればできるんだからっていうようなのをね、まあ広げていくしかないのかなという。とはいえ参院選はもうねあと半年しかなくて、これはとっても重要なのかなと思うので、急げみたいな、みんなバリバリやれみたいな、楽しそうにやると、そうですね、まあ本当にね、あの今回の選挙でこの間も言ったけど、やっぱりつながりが強くなったというか、みんな頑張ってそれぞれやれることを頑張ったっていう
意味で、誰もそんなにその へこんだけどへこたれてはいないというかですね、よしやるぞみたいな、みんな最近浮上し始めた、そうそう、もうみんなやるぞみたいな、一旦こうぷよんってなったけどああみたいになったけど、戦いあるのみですね、あるのみ戦うぞみたいな。でもね、ちょっと今日ね、さっき言ってたけど、ね、人事第二期次安倍内閣のさ、人事出ちゃったじゃんみんなも見てよねみたいな、へこみますね、へこむ環境省相当ボロ出しますから、そう、あの、ね、すかさずついてくる、みんなでつけって感じだよね、伸びてる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 みたいになっちゃったのね、はい、ちょっとね、規制委員会も一応環境省の下みたいな感じ、下ではないです、独立だけど、ね、ただ外局みたいな感じ、そうか、うん、ですもんね、まあでもね、うん、環境省は健康管理も扱いますので、そうだよ、やばいですよ、やばい、あ、クラクラしてきた、やばいですが、まあしょうがないので、うん、早くお腹を壊そう、はい、お腹を壊させようみたいなね、はい、ということで、2012年原発関連ニュースハイライトということで今日お伝えしました。で、ちょっとお知らせしましょうかね。あ、青木さんもどうぞそのまま座っててください。ちょっとお知らせで、あ、大丈夫ですよ。今お知らせの間にさりげなく FOE のご寄付のお願いということで、道田さんたちが活動できなくなると、どんどん再稼働しちゃうぞ、だからみんな寄付してねみたいな感じですね。はい、そして、はい、これ、はい、フクロウカフェ、ね、なんだそれは、ね、いいことありますか、はい、ね、何があるんだですね、青木さん、いいこと何ですか、はい、はい、秘密です、秘密だって、そうか、まあ、フクロウカフェですと決して、はい、あの お茶が出ます、ね、ほら、岩井島の岩井島のビワ茶ですね、うん、お茶が出ます。ただ、まあ、決して袋を並べて鑑賞しようという会ではありませんので、まあ、あの袋の会のさまざまな活動ですね、そうですね、まあ、それを、魚にいろいろ言いたいことを言い合おうみたいですね、はい、そういう楽しい場ですので、はい、あの1月13日日曜日、ね、あ、なんか今三田さんがFOE カフェもやるんで、13時半から16時半までですね、はい、で世田谷区洋菓地区会館、ちょっと駅からはい、遠いんですけどですね、あの10分かけて、あの行き着いた人にはいいことがあるって、はい、いうことです。あのどなたに案内出ますので、はい、注目してください、はい、あのどなたでもご参加いただけますので、はい、ぜひあの、まあ、これをきっかけにいろいろね、あのさまざまな袋の会の活動にも加わりたいという方も、うん、ぜひあの、来ていただければと思います。いきなりは嫌だわっていう人は袋カフェに来てみて雰囲気を、どうなんだろう真面目な雰囲気をみたいな、どうですか、沖さん、楽しい雰囲気、あの堀田さんもあの出てますので、そうそう、うるさいのね大体ね、いやいや、盛り上がります、盛り上がってて、グループ一緒になると全然話まとまらないのねみんな真面目に、もともとまとめようとしてないですから大丈夫ですよ、ね、ぜひ皆さん来てください、お待ちしてます。で、 FOE カフェもやろうかと思ってるんだよね、まだやろうとしているんですが、対抗して、うんうん、ちょっとペンギンカフェにしようかなとか、そっか、ネーミングで、ネーミングでね、はい、まず人を寄せてみたいな、はい、柔らかい感じで、そう、楽しそうにして、実はなんかすごい硬派な硬派な議論みたいな感じにしちゃおうかな、それ言っちゃっていいんですかみたいな、わからないようにそうねまさにということで、もう少ない人数を2人で、あ、両方で取り合うみたいな感じ、はい、両方に入ればいいんですよね、ね、みんなでサポーターやろうぜみたいな、はい、それはまだ決まってないからね、はい、まずはフクロウカフェに皆さん来てくださいっていうことですね、はい、で、ということで、来年、今年ね、 FFTV はこれで今年は終わりなんですが、来年は1月何日だっけ、9日です、9日水曜日に、うん、まあ、内容まだ考えてませんが、多分週刊 FF かな、かな、かなっていう感じで、防災指針になるかもしれません。そうですね、そこも重要ですね、はい、そうですね、まあ、だから、規制委員会関係ではその、まあ、喫緊の課題というのは防災指針と、それから新安全基準についても、今骨子案の検討が進んでいて、うん、まあ、それが、1月中にまとまって、まあ、一旦、まあ、その後パブコメってことになると思うんですけども、うん、まあ、その防災指針もパブコメにかけるって言ってましたね、ただ、今日の規制委員会では言っていませんでした、規制委員会では出てないですね、会合さんは言っていませんでしたが、事務局の方はこの間あの再交渉した時には、はいはい、
あのパブコメにかける こちらがひどいじゃないですかと、うん、パブコメにもかけずとか、うん、キーと言ったら、うん、パブコメにかけますって言ってました。そうですね、はい、まあ、だから明日 の、 あの防災関係 の、 あの検討会ありますので、検討チームの会合ありますので、まあ、そこでちょっとどんな、はい、議論になるのかっていうことですけど、まあ、いずれにしろ、まあ、一応事務局が出てますので、それを批判するようなあの活動っていうのはもう、すぐにあの始めたいと思いますので、うん、まあ、ぜひあのご注目していただきたいということと、あとはやっぱりそのさっき出てましたその、参議院向けてですね、参議院選に向けて、まあ、あのここで自民党を勝たせてしまうともう憲法が危ないという問題がありますので、そうです、人権です、その、まあ、あの環境と人権とかね、あるいは原発と人権といったテーマでも、はい、あのぜひね、 あのあるいはこの FFTV も表現の自由あってこそのですね、あのあのものですので、まあ、そういった点も含めてですね、あの弁護士の方とかいろいろ専門の方をお呼びして、あのしっかりとそれぞれで議論していきたいというふうに思ってますので、来年もぜひあのご愛顧のほどですねお願いしいたして、はい、お願いします、はい、思います、はい、ということで、じゃあ、まあ、来年は FF 憲法チャンネルもう登場みたいな感じですけれども、あの本当にね重要な問題で、いやね、私ちょっと思ったんですけど、あの自民党のやつって5月くらいに会見案出たんでしたっけ、私なんか前ちょっと開いてみたら5月3日くらいになんかバーッとツイートが出てて、それで見てたんだけど、そのあたりからもう着々とね、あのこういう、まあ、去年からなんだけど、もうこういう路線、今回の選挙に向けてね、全部作られてんのかしらぐらいの着々とした動きで、着々としています、危ないですよ、上手ですよね、そうそう、でなんであのまたここに来てね、あの今年の春先に会見案を自民党が出してきたのかしらみたいにちっとか思ってたんですけど、今こうなってみたらそのままそれが残ったままね、自民党になっているわけじゃないですか、長期権、そしてなんかやっぱり相手は大きいなとか思うので、ちょっと負けずにね、なんとかこう分かってない人たちを巻き込む、できるだけ多くなんとか巻き込まなきゃいけないのかなと思って考えていきましょう、本当に、はい、ということでですね、あと、まあ、1月11日金曜日が、規制庁前 の 初行動と、はい、抗議染めという感じですね、はいはい、ということなので、1月、9日が最初ですね、 FFTV、 そして11日に、抗議行動、そして13日にフクロウカフェという感じですので、よろしくお願いいたします。で、こんな感じですかね、はい、ということで、あれ、あのカルタはいいの、原発カルタはいいんですか、いいですか、ロイよりかよこ、そう、いいんですか、あとなんだっけ、犬も歩けばはさえたに当たる、あとさっきね一番最初にくれてたのはなんだっけ、あ、笑う角にも放射能やば、全然ブラックということで、最初の方でですね、まだ番組始まる前にツイートをミスターさんがしてくれたんですけど、坂上さんがね、あの新年何やるって言って、原発カルタみたいな言ってたので、皆さん何かいいのがあったらぜひツイートしてくださいみたいな感じですね、はい、ということで、1年間どうもお世話になりましてありがとうございました。また来年ね、あ、ミスターさんも一言大丈夫ですか、はい、皆さんありがとうございました、はい、来年も頑張りましょう、はい、へこたれるな、そうだ、やるぞということで、うん、そう、戦いあるのみ、はい、良いお年を、はい、はい、ということで、来年は原発止めるぞ、止めるぞ、ありがとうございました、良いお年を、あ、新井さんもこっちにおいで、はい、イエー、またね、表現の自由、はい、表現の自由、重要です、重要です、井上町長頑張れ、そうだ、頑張れ井上町長。